駅舎東森駅は、北海道茅部郡森町港町にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は N63。電報略号はひも。1976年の東森駅と、周囲約750メートル範囲。右が、鹿部、大沼方面。写真左側から下へ、函館本線が分かれる。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成森駅の東に位置するために東を冠する短式ホーム一面一線を有する地上駅ホームは線路の南側に存在する電鉄機を持たない防線駅となっている森駅管理の無人駅となっている駅舎は校内の北側に位置しかつて側線があったために 校内は比較的広く、ホームとは校内踏切で連絡している。正面外観がほぼ三角形の赤い屋根が地面まで伸びている得意な形状の駅舎となっている。1994年頃、駅舎内は落書きや放火で荒れ放題であったが、現在では改善している。大島海岸鉄道時代と同じ位置にあるが、仮駅時代は位置が違っており、 現在の駅の300メートルほど西にあった住宅街の中に位置するありがとうございます。